ですね。あれもこれもといろいろなものが思い浮かんでしまって決めきれないでいます。一つには絞りきれないんですが、どれも根っこの部分は同じなので、それをお話ししてもいいですか？私がみんなに見せたい世界観というのは、この世界は演劇そのものということなんです。はい、誰もがみんな自分の持つ役割、キャラクターを演じているんです。演じているのだから、やりたいと思えばどんなキャラクターにもなれる世界です。一人一人が主役で面白い物語を紡いでいる。その物語と物語が交差するとき、心躍る出会いと胸の高鳴りが生まれる。だから私と出会ってくれてありがとう。これから一緒にずっとずっと続くあなたと私の物語を一緒に織り上げていきましょう。そんな物語を作りたいんです。そう思ってくれますか？言っていただけると自信が湧いてきます。その通りです先輩、それですよ。人生は舞台そのものなんです。そう考えると日々が輝いて見えます。そっか先輩、私わかりました。みんなに一番最初に見せたい物語、すべての始まりの物語です。まずは私の気持ちを整理していきたいと思います。いつも私のことを支えてきてくれた先輩への気持ちがこの物語の中心になりますので、私を演劇部からスクールアイドル同好会に連れ戻してくれたのは先輩じゃないですか。今すごく楽しいんです。毎日充実していて、今日はどんなことがあるんだろうってワクワクしてます。それもこれも先輩がいてくれたから。今日だって私の取り留めもない話を聞いて背中を押してくれました。こんなに心強いことってありません。あー、しずこってば、先輩と二人っきりで何してるの？怪しい。あ、怪しいことなんかしてないもん。そうですよね、先輩。やっぱり怪しいじゃん。怪しくな